ねえねえ、マリサ。おう、なんだぜ。このゲーム、マジで面白いよ。マリサにもプレイしてほしいんだよ。やりたいんだぜ。ってことで始まりました、エージェントウォーフェア実況。このゲームはまず何をするんだぜ。まずはカスタムバトルをクリックします。初心者マリサのために説明すると、このゲームはシミュレーションゲームで戦争ごっこを楽しめるよ。チームはレッドとブルーチームがあります。じゃあ早速ユニットを出していこうかな。ユニットの種類はどんぐらいあるんだぜ。ユニットの種類は原始時代から現代の兵器があります。今は並べてるんだな。今回は現代 vs 中世でいこうと思うよ。なんかすごい銃持ってるな。ってことで現代軍の配置が完了しました。ここから中世を配置していくんだな。マリサが配置していいよ。ヨシキ部隊を配置させるよ。これはどうなることやら。配置できたっぽいのでスタートするよ。やりましょう。ここで現代軍の射程距離に入ったみたいだぜ。馬は突撃して接近しないと意味がないから現代の勝ちかな。でも大丈夫だぜ、こっちには弓兵がいるんだぜ。なんだと？弓兵は脅威だな。だが私の騎馬隊は全滅してしまったぜ。でも弓は歩兵戦闘車に勝てるかな。3両あるからね。いやこれはもう厳しいかもな。吹き飛ばされてるな。勝ちました。うーむ、負けてしまったよ。今回は投石機を置いたぜ。これで歩兵戦闘車にも対抗できるぜ。そうかな？結局石ぶつけてるだけだからね。スタートするぜ。ちょっと現代側も歩兵戦闘車に引かれて死者が出てしまったから動かせないようにしたよ。早速投石機の攻撃が飛んできています。騎馬隊にみんな攻撃しているから旧兵や投石機が手薄になっているな。残りは弓兵と投石機だけになってしまったぜ。投石機頑張ってくれ。いや命中率高すぎだろ。最後に撃ちまくれ。現代の勝利。次はどのように配置していこうかな。今回は包囲するぞ。スタート。この数はもうさすがに勝てるだろ。やはり現代には勝てないだろ。うお、めちゃくちゃ飛んできてるな。これはどうなってしまうんだ。ここで一両撃破されたんだぜ。現代の勝ち。ギリギリの戦いが楽しめたね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃまたのー。